代々の会長の指導とそういうものを思い合わせた時にこういうふうに拝んでいけば功徳が必ず早く出るなというポイントはいくつかありますので、それを皆さんに申し上げるし、これはがんにも通ずるし、それから目にも通ずるし、病気にも通ずるし、経済にも通ずるんです。一つの難病保健影響は病気の治したのに私は経済だから経済してもらいたいってそう思っちゃいけないんです。なぜかって難病保健影響ってのは命ですから、自分の中にある命ですから、それがガーン出てきたら自然幸せを呼ぶんです。医者の鉄道数ごとく幸いを万里の外より集めて幸せを呼ぶんだからお金を呼ぶわけです。家で息子なんかすぐ呼んじゃうよ。家で息子の時呼ぶ力は中にあるんだから、どんどん出してくれんですから。それからいかなる病触りをなすべき病気を治す力は中にあるんですから、中にある難病法蓮華経を外のご本尊を拝んで出すんです。だから池田先生は拝む人の生命の中に黄金の大宝があるんだ、その人の中に黄金の大宝がある、金のようにピカピカ光る輝かしい強い幸せな命があるんだ、それが難病法蓮華経という命なんです。大聖人様も私と同じ命があなたの中にあるんだって言うんです。それをガーブ王妃衆と、我もまた彼の名前の私はあなたも長いんだって言いますよってですよ、ご本尊様が。だご本尊様は体の中に湧いてくるってことですよ。ご本尊を拝むっていうことはご本尊から古事記を物をもらうように功徳が来るかな来るかな、何も来ないな嫌になっちゃうんだから、そういう拝み方をしてると下道、外にご本尊があると思って拝んでると下道、中には貸してもらうんだったら内道なんだ、そんだけで功徳しちゃっちゃうんです。全部中と外との交流なんです。空気っていうものは外にもある、でも中で呼吸してるから生きてるんです。中の空気も外の空気も同じなんですよ。外にどんなに空気があったって窒息したら終わりです。そうでしょう。だけど外の空気も中の呼吸の空気も同じ、外のご本尊も中のある難病保蓮華経も同じなんです。違うところが一つある、中にある難病保蓮華経は形がない、自分の中にある難病保蓮華経は形がないんです。働きだけあるから見えないから、色も形もなくって難病保蓮華経と働きがあるから仏性というね、仏の性分があるわけです。みんな持ってるわけです。赤ん坊だって持ってる、年寄りだって持ってる、アメリカ人だって持ってる、土人だって持ってる、どんな人の中にも難病保蓮華経という命があるわけです。仏の性分だから仏性、仏性って言ってください。怒る働きもあるんでしょ、昆虫性っていうの、ね、お金がなくて困る働きは貧乏性っていうので尿税性っていうの、尿税層尿税性尿税体ってみんな持ってんだから、尿税層命があったら必ず顔形があるわけです。尿税層同時に中に働きがあるんです。あの人は優しいとか、あの人は怒りっぽいとか、あの人はのんびりだとか、あの人はおっちょこちょこだとか、そういう性分ってものはみんな根性を持ってるじゃないですか。仏の根性を仏性と、その仏性が体の中にあって見ることができない、自分の中に潜ってるって見ることができない、色も形もない難病保蓮華経です。それで一番近くって見えないから水言二風拳って言うんです。それがご本尊を拝むと自分の中の難病保蓮華経がグーン出てくるわけです。外との中との交流なんです。こういう花を置くということは皆さんの中に命を明かすためです。この花が命を明かすんですよ。どういう命を明かすか、綺麗だなって命を明かすんです。綺麗だなっていうのは展開っていうね、楽しい命を展開っていうんです。とにかくこの中にいろんな命があるけれども、まず分ければ等ですね。体は一つ、命は塔ですから、10チャンネルってことです。10チャンネル。テレビと同じですから。困っちゃったな、苦しいっていう命を地獄って言うんです。はあ、お金が欲しいな、とか、うちが欲しいな、とか、子供が欲しいな、欲しいな、欲しいな、欲しくって欲しくってたまんない命をガキって言うんです。
人にクソ威張りしたりお世辞を言う命を畜生って言うんです。カーッとなる命を修羅って言うんです。礼儀作法をわきまえてる命を人間界って言うんです。嬉しくてたまんないことを天界って言うんです。もっと勉強したい、もっと勉強したいっていう命を正門って言うんです。もっと上手になりたい、もっと技術を磨きたいっていうそういうような命を遠隔、かわいそうだな、かわいそうだなっていう命を菩薩、南無法蓮華経で出てくる命を仏と言うんです。だから遠あるわけですよ。今遠いったんですよ。だから実戒じゃないですか。一番苦しいのは地獄、それから餓鬼、畜生、修羅、人、天、正門、遠隔、菩薩、仏、これだけの命はこの中にある。色も形もなくって体の中にあります。一番近くて見えない水温二風源、外ではありませんよと。外にもあるけれど、あなたの中に命があるんだ、仏の命があるんですよ。ヒステリーもあるんですよ、やきもちもあるんですよ。全部同じようにどの人も持ってる。男でも女でも命は変わりがないよ。外じゃない、中にあるんだ。南無法蓮華経は中にあるんだ。中の南無法蓮華経を外に出したのは御本尊だもん。一蓮が魂だもん。一蓮大聖院の中にあった仏の魂を見えるようにしちゃったんだからありがたい。誰もできない。これはこれは一蓮大聖院の特権だ。持ってはいるけれども出すことはできない。そっちや、はい、一蓮大聖院が刀振り上げても首が切れない。外から不幸にできない。我が浄土は壊れず、外から壊されない、壊すこともできない幸せがある。それを我が浄土、我が浄土は壊れず、我が浄土を風紀、その絶対外から不幸にできない命が中にあるよと。その中のその命の難民を法蓮華経と言うんだよ。みんな持ってるよと。みんな持ってるけど自分で出せないよと。それを凡夫、出せる人は仏だけど、日蓮大聖人様しか出せない。お釈迦さんも出せない。悟ってはいるけど出すことはできない。それでご本尊をその外に出して見えるようにした。はあ、みんな見なさい、見ただけじゃダメだよと。南無法蓮華経を唱えたあなたの中に任せてあげようと。あなたの中にある南無法蓮華経を出して私と同じにしてあげましょうというご本尊様が、ご本尊と同じになるんだっていうのをご本行って言うんですよ。ご本尊ちょうだいちょうだいってのはご本行なんです。それは古事記だよ。同じになるんだからありがたいんですよ。私と同じにしたいんだ、同じにしたいんだってのは、ヨガと我がごとく等しくして異なることなからしめ、さあ私と同じにしてあげるぞ。同じになったらがんの仏はないぞ、ヒステリーの仏はないぞ、ノイローゼの仏はないぞ、喘息の仏はないぞ、貧乏の仏はないぞ。だからのこれで宿命高いです。まず体の中に仏も地獄も全部中にあるんだよ。それが基本ですから覚えていた。1504ページ、もし御所を持ってるわけだがあったら1504ページを開けてください。それ浄土という拝読します。それ浄土というも地獄というも外にはそうらわず、ただ我らが胸の間にあり、これを悟るを仏という、これをこれに迷うを凡夫という、これを悟るは法華経なり。この一行が大事なんです。外に南無法蓮華経があるんじゃないんだと。外にもあるけど中の南無法蓮華経が大事なんだと。電気は外にもついてる、ニューヨークにもついてるんですよ、東京にもついてるんですよ、浜松会館にもついてるんですよ。でも今夜私たちに大事なのはこの部屋の中の電気が大事なんですから。外の電気はもうこの部屋の中の電気が消えたらもう見えねえんだから。だから人がいっぱい持ってる難民は自分の中の難民を俺が出なきゃ何もなんない。人がおいしいおいしいってご飯食べたって自分がおいしくなきゃ何もなんない。人がおいしいおいしい、自分がビービーやったんでしょうねやんか、ね、下痢だん食べらんない。同じように自分の中の難民法蓮華経が出なければ、どんなにご本尊がそこにいたってダメですよ。だから自分の中の仏を見なさい。この中に嫌な命もあるよ、地獄もあるよ、ガキもあるよ、仏もあるんだよ。
それ浄土というも地獄というも外にはそうらばず。言ってください。それ浄土というも地獄というも外にはそうらばず。ただ我らが胸の間にあり、ただ我らが胸の間にあり、これを悟るを仏という、これを悟るを仏という、これに迷うを凡夫という、これに迷うを凡夫という、これを悟るは法華経なり、これを悟るは法華経なり。こういうことを言うのは法華経しか言わないんです。例えば阿弥陀経はどうなった、向こうに仏様いるんですから、中じゃないから。生きてる間は宿泊ってんだから、泊のシャワーってんだから、死んだら向こう岸にいいとこがある、そこに阿弥陀様が待ってる。向こう岸だからお彼岸って言うんです。彼方の岸だから、向こうに幸せがあるんだと、極楽浄土があるんだと、そこに阿弥陀様が待ってるんだと。そこへ行って生まれて幸せになる往生、行って生まれると往生ってことでしょ。じゃあこっちにいたらダメじゃないですか、早く死ぬ以外ないじゃないですか。受精法十万億度の遥か彼方の向こう岸に阿弥陀様がいるんだよ。どんなに苦しくっても南無阿弥陀を唱えてれば、あなたが死んだら向こう岸に言うんだ。それで往生、ここに極楽があって、生きてる間は苦しいんだから、南無阿弥陀となると早く死んで早く向こう岸に行きたくなるから自殺奨励だ。そういうふうに外に仏を説く、西の方に阿弥陀様、東の方に薬師如来と、なんとか如来なんとか如来で全部外です。法華経を生きて外にはそうらわず、ただ我らが胸の中だよ。これが法華経じゃないですか。だからこれを悟るは法華経なり。あと他の今まで説いた経文は方便なんです。二禅経、これを覚える。そしたらこの中に仏がある。その仏の名前を南無法蓮華経って言うんですから、これ具体的な人間になっていくと、お釈迦様とか日蓮大聖人とか一向聖人とか言うけれども、全部日光聖人様も日蓮大聖人も南無法蓮華経は魂ですよ。お釈迦さんだって妙法蓮華経は魂ですよ。三世の諸仏の悟りや阿弥陀様だって南無法蓮華経を唱えて仏になったんですから。そういうふうにどんなちょうどブラック庁でも大美庁でも婦人部長でも本部長でも副会長でも会長でも全部南無法蓮華経じゃないですか。芸家だって南無法蓮華経じゃないですか。種は同じです。だからどんな仏様でも南無法蓮華経は種ですから、その南無法蓮華経と中にあるんですから、外にもあるし中にもあるんです。中の南無法蓮華経を 100% 出したらどんな病気でも治ります。結局使い方が下手くそってことです、ね、やきもち焼いたヒストリーでたってカッカしてるけども、南無法蓮華経の使い方が下手くそなんだ、ね、お化粧が下手くそなんですよ。自分の顔を見るときには鏡を向こうへ置くわけです。なぜ、顔が見えないからです。顔が見えりゃ鏡がいらないんだから、見えないから外に鏡を置く。で鏡を見るときにはどういう意味だ、私の顔を見るんだと思って見るんですよ。鏡からグドグ来るかなって見る人いないんだから、私の顔どんな顔してるかなって見るんでしょう。ご恩蔵が私の中の難病を出してもらうんだ、ありがとうございますって拝めばいいやつ、ご恩蔵がグドグが来るのかな、髪に字が書いて大丈夫かななんてね、そんなこと考えて拝んでるからダメなんだから、拝み方が間違ってんだから。それ浄土というも地獄というも外にはそうな、南無法蓮華経とあなたの中にあるんですよ、私はあなたの中にいるのと同じなんだよとガーブーオーヒーチュー、あれもまた彼のあなたの中で無常の法を説いてますよ、いい説無常法。でもあなたは外のお竹様が見えると中の南無法蓮華経は見えないでしょ、色も形もないから、一番近いところにあるのに見えないの、水言に風見、その見えない南無法蓮華経は出た時が幸せになる時です。それは見えるご本尊なんで見えない南無法蓮華経を出すんです。なぜかって言えば、外の花を見て長屋楽しむんじゃないですか。花は外で口利くんじゃないんだから、喋るわけでもなければ動くわけでもない、その花が人の中にきれいだなーって命がかかるわけですね。外の花を中で楽しむわけです。これを花見って言うんです桜の花でも百合の花でも
生け花するんだって、人の中を楽しませるためだ。結局はそれはどこで関係するんだ、目で関係する。富士山だって向こうじゃないですか。富士山くしかないんだから、ああ素晴らしい、今日の富士山は素晴らしい、いい景色だーっと中でしょ。外の景色を中で楽しむんです。それは観光旅行って言うんですか。そうで香港行ったりね、アメリカ行ったりね、ガム島行ったり、みんな景色を見に行くんですから。観光旅行じゃない、中で楽しむんだ。景色が口利くんじゃないんだから、外の景色を中で言わせて楽しむ。ピアノも外なんです、レコードも外です。楽しいのは中なんです。これが音楽です。耳で関係する。絵も外です、動かない。でも1億円もする絵が中で感動するからです。外の絵を中で楽しむから美術って言うんです。美術館ってあるじゃないか、こう山で。そういうふうに外のご本尊様を中に任して楽しむのをご本行って言うんです。外のご本尊から小敷を物もらえにちょうだいちょうだいって拝むのは下手くそなご本行なんです。外のご本尊と同じ命が中にある。こっちの南無妙法蓮華経は色がない、形がない。ご本尊様が出す方だから、出してもらうんだから子供なんです。出す方が親ですから、ご本尊は親、私は親なんだって。ガーヤクいい生物だから、私は父だよと。あなたたちみんな子供だよ、私のかわいいかわいい子供だよ。親子だから財産を全部あげるよ。ご本尊の財産を全部あげる、子供だからあげるんだ。でご本尊様の財産は常楽我浄という財産なんです。常に楽しく我へ清し、常に楽しくて清らかなんです。それは常楽我浄、起きてよし寝てよし死んでよしって言うんだから常に楽しい。起きても楽しい、寝ても楽しい、死んでも楽しい命だよ。起きて楽しむのは何秒連長と言って病気を治し幸せ呼んで楽しむんだよ。寝たらぐっすり寝て楽しむんだよ。ご本尊すっかり拝んだら不眠症の仏様ってないんだから必ずよく寝られるか楽しい夢見るかどっちだ、どっちかだ。死んだらまたそこで、こんないいとこ来ていいのかしら、いいとこ来た、いいとこへ来た、はあ死んでよかった、死んでよかったとか言うんですから、それですぐ生まれてきたんです。脈体脈質ですぐ生まれてきて、必ず人間に生まれてきて、必ずご本尊のあるところに生まれてきて、必ず家族とまた会うんです。だから死んでも結構平気なんですよ。それで死んでよしだ。だから死んじゃ困る、死んじゃ困ると思うのは凡夫だ。死んでもいい、楽しんで死なしてあげたい。だから若いからもっと生かしたい。で起きてよし寝てよし常に楽しい。南無法蓮華経、さあ三世です。南無法蓮華経、先祖代々の法を消す。南無法蓮華経、今の悩みを消す。南無法蓮華経、未来の幸せ呼ぶ。だからご本尊様を拝むということは観能同行といって、ご本尊と観能するってのは感電することなんです。離れてるけど感電しちゃうんです。雷だって離れて感電するじゃないですか。皆さん山行ったら必ずでもないけどね、雷に感電しちゃうよ。雷の中にぶつかってくるんだからしょうがないや。中に電気があるから感電するんだ。電気の性分があるわけです。外の雷と同じ働きが中にあるから、雷様に感電するってことは雷様と一つになっちゃう、一体になっちゃうね、同じになるってことです。そうすると感電死って言うんですが、即死だ。雷に感電すると即死です。ご本尊に感電するとこっちが南無妙法蓮華になっちゃうから蘇生って言うんです。で妙とは蘇生のぎなり、蘇生と申すはよみがえるぎなり。それで病気は健康になるよ、貧乏は金持ちになるよ、家庭不和は一家は楽になるよ、元に。ご本尊様と感電する儀式をご本行って言うんです。同じものがないと感電できません。人間がみんな同じ命、10回10チャンネルだから、それチャンネルが合うと感電しちゃう。それを恋愛って言うんです。相思相愛だもの。ご本尊だと相思相愛じゃない、親子だもん、師弟だもん。
人間同士そうしたら関連したら恋愛だ。その関連が消えることを失恋って言うんです。ご本尊様と関連が切れることを大転と言うんです。切れないけれどもやんなくちゃならない、やんなくちゃなんてボソボソなんて弱電って言うんです。弱電だと口説くが弱いわけです。だから今夜こうやって悩みいっぱい持ってきた人はかなり弱電の人が多いわけですね。だってご本尊様拝んでんだもの、強く関連してりゃ声来る必要ないんだから。弱電だから声来なきゃならないわけですね。でも今日からうんと強くなって、もう今度は感応して今日から早速口説出してもらいたい。それ早いんだから口説は、嬉しいと思えば早いんだから。だからご本尊様が向こうからちょうだいして腰引きを物をもらう、ご本尊様中に開くんだと思って拝めつんですね。私と同じ命はあなたも中にあるんだよ、その中の波を出してあげるよ、感電して出たら私と同じになるんだよ、それは私があなたの中にいる間と同じだと。それでガーブを引いちゅう。で拝む方はもったいないけれどご本尊は私の中にも相手がたんですか、もったいない、この中が南無法蓮経なんてご本尊様と同じ命になっちゃうんですか。わかりました、ご本尊ありがとうございます。でもう嬉しくって嬉しくって、おいしいなおいしいなってご馳走をかみしめるようにあげろって言うんです。それを色香みみって言うんです。色香みみ、色も香りもおいしいよおいしいよ、色香みみ。だからご馳走をかみしめるときはどうなんですか、早く食べちゃおうなんてことはやんないでしょ。もうなめなめ、ご馳走がなくなっちゃうの惜しいから、少しずつ少しずつね、丁寧に丁寧に、おいしいなおいしいなって食べるんじゃないですか。そういうふうに丁寧にお題目をあげなさい。中に沸かすんですから、骨の中まで南無法蓮華経と染み込ませていきなさい。血液の中まで南無法蓮華経と染み込んでいくと白血病がなるわけです。目玉の芯まで南無法蓮華経って届くと目が見えてくるわけ、皆目症って言うんです。鼓膜まで南無法蓮華経は中に広がっていくと耳が聞こえてくるわけです。指の先までぐーっと伸ばしていくとリウマチが治るわけです。胸の中まで南無法蓮華経とクリーニングしていくと乳がんや肺がんが治る。お腹の中をゆすいでいくようにお題目で体をクリーニングしていくと子宮がんや胃がんが治る。足の先までぐーんと伸ばしていくと冷え性が治る。骨まで届いたらカリエスが治る。だから中に中にとお題目を沸かしてご本尊様と同じ命にしてもらうんだ、もったいないもったいない、ありがとうございますありがとうございますって感謝感激でおいしいおいしいってね、ご飯を食べるようにお題目をあげなさい。そういうお題目をあげてればバンバン口説けるわけですよ。それはもう初めからまたことやんのかなんてね、また3度やんなきゃダメなのかね、もう少し短くなんないかね、でも少しやるだけやるかなんて言うんですよね。そう、やんなくちゃなんない、やんなくちゃなんないってあげるわけですよ。とご本尊さんの方も出さなくちゃなんないんだ、そんなくちゃなんないっていう、そういう口説になっちゃうわけですよ。歓喜であげたら南無で爆発ですから、いやいやあげるといやいや南無が出てくるから、批判と罰が出てくるんだから、あなたの心の中の通りに口説かれる。それを行道不行道随王昇華道、行道は歓喜と確信です、不行道は怠ける題目、批判する題目です。あなたの心の中の通りに応じて口説をあげます、随王昇華道行道。だからご本尊様は絶対に不公平はない、どんなかっこよくあげたってダメだ、心の中がめんどくさいめんどくさいって拝んでる。どうせあげるなら早くやったって選択しよう、早くやって短歌に行こう、早くやって電話しよう、もう初めからやめること考えてやってるからなんですよ。とても色香みみじゃないのです、なので任意不味じゃねえか。それで権行が一番大事だ、題目だ題目だなんてこういうふうにね人には言うけど自分は喜んであげてないんです。その辺が問題だな。それで月々日々に強いと思い、嬉しいな嬉しいな、ご本尊様と感電させてもらうんだな、
ご本土と同じになるのか、本当にこう同じになったのか、そうしたらどんな病気でも治るのは当たり前じゃないですか。それはご本尊様の体の中にぐわーんと沸かして、ブルソーダのような大掃除してくるの。ご本尊、外のご本尊を中に見なさいって言うんです。内道って言うんだから。外に見たら下道って言うんだから。キリスト教に神様は天に言うと下道って。その中が難病変形になっちゃうんだーって言うのは内道って言うんです。書いてあるから言うんです。1244ページ。1244ページ拝読します。このご本尊全くよそに求むることなかれ、ただ我ら主上の法華経を保して南無法蓮華経と唱うる胸中の肉弾におわしますなり、これを九色神の真如の都とは申すなり、このご本尊全く自分の命の外だと思うなく、外にあると思うな。全く外に、胸の肉体の中に湧いてくると思う。ありがたい。ご所ですね。中が南無法蓮華。ただお曼荼羅はないんですよ。ご本尊はないんですよ。ご本尊さんの働きがあるんですから。仏性ですから。さて、この中にいつも南無法蓮華経を働いていれば、王様になって頑張っていればいいんです。南無法蓮華は。それは九色神の心の王様だから。南無法蓮華経はついていれば、やきもちやガキや畜生や出てこないから、地獄が出てこない。常に楽しいんだから、上楽下上だから。これテレビと同じだから、仏のチャンネルがついたら他のチャンネルつかないんだから。もうそうですよ。 NHK がついたら他の出ないよ。プロレスやないと出てこないもん。 NHK がついたら2つのチャンネルはつかないから、地獄の時は両方つかないから、どっちか1つだから、もうカーッとまった時はもう修羅だけですからね。そういうふうに南無法蓮華経はいつもここに輝いたら、仏の命が働いてるんですから、いつ見ても優しい、いつ見ても親切、いつ見ても顔が穏やか、いつ見ても明るい、いつ見てもいい人だな、いい人だなと思うわけですね。これ本業やったりやんなかったりしてるとね、昨日は良かったのに今日はそば寄りつけないよなんていつも言うのだからね、もう、ムラがあるわけに、人間に一応信用がなくなってくる。だから常に仏の命が体の中をこう働いているようにするためには、ご本尊その体の中に沸かしていくようにお題目をあげろって言うんだから、偉いことですね。これはこれを一緒に覚えればもうくどくども出てくる。本尊全くよそに求むることなかれ、はい、このご本尊全くよそに求むることなかれ、ただ我ら主上の法華経を保して、ただ我ら主上の法華経を保して、南無法蓮華経と唱うる、南無法蓮華経と唱うる、胸中の肉弾におわしますなり、胸中の肉弾におわしますなり、これを九色神の真如の都とは申すなり、これを九色神の真如の都とは申すなり、うん、都ってのは楽しいところです。心の都って安らかだよ。安心流明、都はこれ安全に、心はこれ善状ならん、一生安心になるように、いつも穏やかで、いつも楽しくって、冷静で困ったーなんて、そんな困ったーってことはなくなっちゃうんですね。そういう不運になる人生になるよ。で、皆さんが恥ずかしいと思った瞬間に言いたいまで真っ赤になるわけです。恥ずかしいって言うと体中に言うわけですね。これを光線力って言うんです。体中に広がるんだから、恥ずかしさの光線力だから。悔しいと思った瞬間には悔しいと修羅が光線力するわけですね。それが頭に届くと頭に来たってわけです。頭に来たってしょっちゅう言ってるでしょ。あれは怒るとき、怒りが灼熱だと頭に来たって言うけどね、修羅が来るわけです。それが目に届くと目がギューッときつくなるわけです。それがお腹へ届くと鼻綿が煮えくり返るっていう、これは修羅界が光線力だ、うん、嬉しいと思ったら喜びが光線力ですね。ジャイアンツが3連勝したら飛び上がって喜んでもああいうふうに嬉しいと、それが目に届いた目がニコニコっつるわけですよ。
困っちゃったと命が地獄が困ったと思った瞬間に体中に悩みがいきます。それが目に届くと目に力がなくなります。それが腹へ届くとご飯が食べられなくなります。悩みやと、もし何秒おれんげしょうって命がガーンと湧いてきて、それが頭に届くと脳腫瘍が治ります。ノイローゼも治ります。頭痛が治ります。目に届くと目が見えてきます。皆目症って言うんだから。腹に届いたら胃がんや子宮がんや肝臓や膵臓や治るんで、胸に届いたら乳がんや心臓肺がん治るとですね。それ体の隅から隅まで南無法蓮華経と広げていくことが信心なんです。開くってことなんです。自分の中の南無法蓮華経が奥の方に潜ってるから、それご本尊様を拝むとご本尊様がこっちの南無法蓮華経を呼び出すわけです。我が身の中の南無法蓮華経がぐーっと出てくる。嬉しいと思ったら強く出るわけね。嫌になっちゃうな嫌になっちゃうなと弱く出るわけです。弱電だから歓喜が強いほど強く出る。怒りもうんと怒るほど爆発するんだから、怒りは。だ少し怒ってんのと中っ腹ってんのと怒りが爆発するのといろいろ段階があるように、やっぱり信心が強ければ強く出てくる。何秒で信心が弱いと弱く出てくる。だから自分の中の南無法蓮華経は 20% しか出ないと宿命打開がなかなかできない。 50% で出てくると半々ぐらいですね。一生懸命やると 80% で出てくる。嬉しくってたまんないったら 100% になる。だから歓喜の大門、嬉しいと思ってあげたならば、体の頭のてっぺんから足の爪の先まで南無法蓮華経になっちゃうんです。目玉の芯から骨の髄まで南無法蓮華経になっちゃうんです。この体が妙法蓮華経になります。頭が妙です。喉が法、胸が蓮、腹が下、足が経、あなたはその体が妙法蓮華経という五重の塔になるんだと。一人一人が歩く五重の塔だ。喋る妙法蓮華経って五重の塔になっちゃうんです。最高の命ですから、それを人間尊重って言うんです。人間しか何妙法蓮華経って言えないからです。いくらご本尊だって、猫は言わないもん、にゃんだもん。犬はワンダル、豚はブーだから、蛇は口じゃいけない。だから人に生まれた時しか味わえない。それで一生成仏。716ページ。716ページ拝読します。またいわく、我らが頭は妙なり、喉は法なり、胸は蓮なり、腹は下なり、足は経なり、この五尺の実、妙法蓮華経の五字なり、この大事を釈迦如来44年の間隠密したもうなり、根教の時説き出したもう、この大事を説かんがために仏は出世したもう、我らが一心の妙法五字なりと怪物知見するとき、即身成仏するなり、怪とは信心の異名なり。怪と開く、自分の中に潜ってる南無法蓮華経を体いっぱいに開くことを、それを信心と言うんです。だからみんな信心してもしなくても南無法蓮華経の中にあるわけです。鈴木総理の中にもあるわけですよ。使わないからしょっちゅう困ってるんだから。どんな大義士になったって何秒返事を言わなかったら不幸ですから。お金があっても肩書きがあってもそれは悩みは絶えない。何秒返事は不発ですから、宝の持ち腐れなんですね。信心すると何秒返事が働き出すわけです。弱いと弱く働くから損なんです。それで自分の体が妙法蓮華経なんだなと自覚することが一番大事だよと。一番大事なことを一大事って言うんです。東海地震が一大事じゃないんです。火事でやれること一大事じゃなくて、命の方何秒ないちょーっと命が自分だって分かることが一大事なんです。それが一番大事なんです。一番大事なことは分かんないで拝んでるから思うようにくどく出ないわけです。これが分かって、そうか、俺の体が何秒ないちょーか、ご本尊様が分かりましたってすごい感激なんですね。
そういったらもう今夜からくどく出ます。これをだから一番大事だから一大事覚えてもらいたい。我らが頭は妙なり、はい、我らが頭は妙なり、喉は法なり、喉は法なり、胸は蓮なり、胸は蓮なり、腹は下なり、腹は下なり、足は強なり、足は強なり、この五尺の実妙法蓮華経の五字なり、この五尺の実妙法蓮華経の五字なり。だから私の頭は妙法蓮華経の妙ってのは私の頭なんだな。で、頭が痛いのは邪衆の頭になってるわけですね。痛いんだから、ちょっとご本尊様ほぼ笑いしちゃってるわけです。五田さんでもやってるのに頭が痛いわけです。これはなぜか、先祖代々の染み込んだ残りカスが頭にいるからです。染み込んだ禅宗や念仏や真言の先祖様からどんどんやったやつがね、染み込んできてるわけです。みんな顔のようにその残りカスが取れないことです。なぜ取れない？喜びが足りないからです。自分の頭妙だって気がつかないからです。は、自分の中が妙法蓮華経なんだって、頭が痛い仏様はないんだと。ご本尊様一生懸命高専ルーするから高専ルーのために私の頭痛を取ってください。一生懸命高専ルーするから私の脳腫瘍を治してください。脳臓でも治してください。こういうふうにお願いして、もったいないけれども仏壇のご本尊を体の中に任すようにして、体の中をぐる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 クリーニングしながら特別に頭の中をのこれ洗う、これを洗脳って言うんだから。何秒俺に言われ洗脳するんですよ。天理教なんかで洗脳するんじゃなくて、何秒俺に洗脳したらもう本当に拝んでて気持ちがいい、気持ちがいいと思いますよ。澄んでくるから気持ちが良くなっちゃうんだ。本当にスカッと爽やか、コカ・コーラって言うでしょ頭の中澄んでくるんだから。喉頭がんとか甲状腺とか、ね、声が出ない声帯ポリープがん、喉は法ですよ。仏の喉になったら声の出ない仏様ないよ。痰が詰まってる仏様ないんだと。甲状腺でこんな膨れた仏様なんだ、そんな仏様ないんだ。私の喉は妙法蓮華経の法なんだ。ご本尊と仏の喉にします。高専力一生懸命やるからどうか妙法の法にしてください。でもこうなったのは先祖代々我が家の方々の後遺症です。私のが邪宗教をやったからいけないんです。自分で作った甲状腺です。どうかご本尊様、私の責任ですから勘弁してください。これから一生懸命抗戦力します。そしてご本尊様体の中に沸かすようにして、体の中に来気を見ながら特別に喉を洗っていく。胸を洗っていけば心臓や肺がんが治るわけです。乳がんが治る。お腹をもうジャブジャブお腹をゆすぐようにしたといえば胃腸は丈夫になる。この足で駆けずり回って抗戦力します。何秒勉強と体の中に沸かした時のうちをぐーんと足の中に輸血するようにこう伸ばしていくと、リウマチがどんどん治っていく。これは私が指導して百発百中にこと出てるから今日だっていつだって当てはまる。6月25日に私は東京第二東京のホヤというところにいました。ひばりが丘支部というんです。そしてそこでこの支部座談会やってる時に68歳のおじさんがいました。この方は元映画監督やった方です。有名な方です。それでその映画監督さんがね来て今信じしてるんですよ。一番の悩みは目が見えないってことですね。左の目が0、右の目が 0.09 だって。本当に少ししか見えない。だん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 見えなくなってくる。医者へ行ったら、あ、これはダメだ、これは手術できないと、網膜に傷がついてる、手術不可能だと言われたんですね。それでパッチリ目が開いてるわけですよ。そうで黙っていれば目が見えると思うわけですね。黒目もあるんだから。そうで目が見えないって、はあ、かわいそうだなと。あなたは映画監督やったから日本中全国歩いたでしょ、ロケやって、あっちの神様こっちの仏様っていっぱい拝んだでしょったら、いっぱい拝んだ、それが目に来てんだよ。過去の業が起こるが故にやむ、いわゆる頭と目と背の痛みである。
過去の業が出てくると頭と目と背中が色が出てくるんですから、ね、そうやって自分の目があって黒目があってパシパシ目を開いてて目が見えない、それは閉目症って言うんだ。ご本尊様は開目症って、あなたは閉目症だ、逆だ、逆なことをやんなきゃ逆にならないよ。仏法は体なり世間は影なり、体曲がれば影ならダメだ、代々方々、大方々ですよと、先祖代々の方々の上へ持ってきてまた自分が方々やったんだから、それで指導者監督だ、自分の代々方々大方々で自分で目が見えなくしました、ご本尊様私の方々です、乾杯しなさい、畳に頭をすくりつけるような思いでご本尊に謝ることはできますか、それができた時に治る条件が出てくるんだ。医者は網膜に傷がついてから手術できない、それは治る条件がないんだ、謝った時に治る条件が出てくる、それを懺悔滅罪と、その次に決意発表しなさいと、誰が作ったんでも私自身の方々で目が見えなくしたんだから、また68歳だ、これから一生懸命釈迦します、一生懸命公選力します、学会活動をやります、信心をいたします、そして今までの罪を消します、人を一人でも余計救ってご本尊のお使いするから、ご本尊様どうか健康にしてください、また気違いっていうと目が見えなくなると教文にあります、何時は気違いだと、お前は凝ってる即悪家の気違いどもがこう言ったり、お前は気違いで凝ってるとこう言うと、世々に今なこうなかるべく生まれてくるたんびに目が見えなくなったんですよ、今世めくら、この次は赤ん坊の時から目が見えないよと、来世までその目が見えないの引き継いだら大変だから、一生丈夫だから、この世の中で宿命だからしなさいよと、そのためには一生目が見えなくってもご本尊から離れませんと約束しなさい、私の方々でこういう目が見えなくなったんだから、目が見えようが見えまいが私は一生ご本尊から離れません、拝んで拝んで拝み抜いていきます、こういうふうに決意発表しなさい、一生懸命ご本尊様を拝み抜いていくから、せめてご本尊様あなたのお顔を見せてくださいませんかと拝んでみろ、ご本尊様親だから必ず見えるようになるよ、そして仏壇のご本尊様体の中に泣かすようにして中から顔を洗いなさい、お題目で特に 目薬をつけるように、中目を丁寧に丁寧に目を洗ってみろ、お題目で、ほんで3週間やってごらんなさい、必ず男女の姿なんか見えてくる、1週間で大体目が見えてくるんですね、3週間やって目が見えないことはありえないと私は思う、もし3週間やっても見えなかったら本部に来てください、もういっぺん相談します、だけど必ず見えるようになりますよ、中から何秒連行の中にあるんですよ、目も中にあるんですよ、中と中でツーツーだから、嬉しいと思ったらつながっちゃうんですから、喜びでつながるんですから、長身の仏性が呼ばれて必ず現れたもと、ご本尊を拝むとこっちに呼び出されるわけ、何秒連行そうやって必ず行くんですから、目玉の芯まで届かないわけない、届いた時に目が見えてくるんだ、それは喜びですよ、まず3週間やってくださいよ、絶対大丈夫だよって、そうですか、治りますか、じゃあ頑張りますって話してた、それで他の人とちょっと話したら、その人副会長だんだん目が見えてきましたと、もうその場で見えてきちゃった、茨城が丘支部はそれだけで湧き立っちゃった、あとはいっぱいグループでした、その人のが目が見えたんだ、その場で見えちゃったんだね、だから題目の数じゃないね、時間でもないね、何時間あげたか、嬉しい私に直せるって確信ですよ、中が何秒連休になるんだって喜ぶですよ、本当に私はその場で見上ちゃう、うなるような喜びですね、支部全体がだからボンボン釈迦できる、これが信心の真髄なんです、それから川崎文化会館行ったから、まあ、これ去年になるんですけど、そうやって800人ちょうど今日のように大勢来た権業会で、権尊様はどうしたら歓喜の題目が上がりますかって言ったら、中に南無妙蓮経ってあげてくんだと、
骨の髄まで南無阿弥陀仏になるんだと思って、丁寧に骨まで染み込ませるようにお題目を丁寧にあげなさい。もし骨まで届かないような題目は損してんだよと、 100% なんないよと。目玉の芯から血液の中まで南無阿弥陀仏になったら白血病治るよ、市販病が治るよと、膠原病が治るよと。だからもう隅から隅まで骨の髄まで染み込ませるように、骨まで届くようなお題目をあげなさい。これが骨身に染みるってんだから、ね、真剣にあげるんだっていう話をした。そこにおばあちゃんがいたんで、78歳のおばあちゃんです。このおばあちゃんは腰が90度回ってるの。このおばあちゃんが話を聞いて感激したんだ。へえ、南無法蓮華経の私の体の中にはもあるんですか。ご本尊を拝むと自分の中の南無法蓮出てくるんですか。それが骨まで染み込めば骨が治るんだ。私は拝み方は知らなかった。ご本尊も私の骨の中まで南無法蓮華経をしてくださるんですか。もったいない、ありがとうございます、一生懸命あげますって、もうすごく喜んで家に帰ったって。そうです、本当に丁寧に丁寧にお題目をあげたんです。翌朝起きたら腰がピーンと立っちゃって、もう駆け足になっちゃったんだ。一晩で斉藤さんと60歳から腰が曲がってたんだね。18年間腰が曲がって、それは90度ですから、もう腰が折ったような。そのおばあちゃんが一晩で腰がピーンとなっちゃったんだね。すごいことだな。もう一番喜んだのは本人だ。家族がびっくりだ。大 B がびっくりしちゃった。支部がびっくりしちゃった。本部長がびっくりしてすぐ私に知らせたった。私がびっくりしちゃった。だけど本当にね、そのおばあちゃんは任用試験受けたって受かんないのおばあちゃんだよ。でも実践の教科だもんね。どんな教授よりも知らんよりも自分で直したってことはすごいと喜びですから。で、今まで権業どういう権業をしてたかって聞いたら、今まで朝5時起きだった。そうやって2時間勤行するんですよ。7時まで。昼も夜も時間が暇がりあげるわけです。非常に熱心なおばあちゃんで、いっぱい行くとくもらって体験発表もやってるんですよ。ところが、全然腰が回ったんだけど飲んでんだから。それが勤行会来て、中に何秒だけちょーっと染み込ませていけって言ったら、わかりましたーって嬉しいと思ったし、一晩でピーンとなっちゃったってことは、じゃあ今までの権行は何だったんだと言うと、骨まで届かない権行だったことですね。弱電だ、やっぱり。肉まで届いたらがんが治る。骨まで届いたらカリエス治る。だから小駆毒、中駆毒はたくさんあるけれども、大駆毒にならない。喜びが足りないからです。ああ、朝が来たんだ、五代やんなくちゃだ、やんなくちゃだ、やんなくちゃだっていうね、そういうお題目。ご本尊様あんだけやってんだから、くどく出さなくちゃ出さなくちゃってくどくなっちゃう。結局自分の信心でくどく出てくるんですよ。だから強くなきゃ損だ。もうこれは漢文の盾ここ出てくるんです。この間6月19日に和歌山県から婦人部長さんが来た。これ現職の婦人部長ですから、まあ、婦人会館においでになった時にどうしても私に会いたいって来たんですけれども、その婦人部長さんが、ね、なんで指導家だったら顔面神経なんです。口がこんなになったらね、もうほっぺたがビクビクしてね、それでもう痛くって痛くって夜も寝ながら頭が痛いんですね。それでもう本当に顔に力がなくなってくる、ほっぺたがこうつれるんですから、いつから顔面神経で苦しんでるんですかって言ったら、1年半だった。婦人部長になって一生懸命やったからね、出てきたわけですね。あと婦人部長が一生懸命ってどういうわけだろう、ご本尊様どうして直してくれない、婦人部長やってるのどういうわけだ、どういうわけだって思ってね、思ってるでしょう。それからやっぱり婦人部長でね、何回言ったってね、苦毒が解けない。苦毒があったって、孤独があるんだったら婦人部とあなたの顔面神経どうしてなんだってみんながね、そういうふうに思ってるように思えてしょうがないって。大幹部だから何としても実証を示したい、婦人部長をやんなきゃなんない。
再生ができない。でもご本尊様どうして直してくんねえんだろう、こんなに一生懸命やってわかんねえのかって、恨めしいな恨めしいなっていうのしがあるから治んないんだよ。でそれはこういう神経に来るのは祈祷から来るわけです。必ず天理教、金光教、観音様、お光さん、御嶽さん、霊友会、立正厚生会とかね、不動様、地蔵様、観音様、もう蛇だ狐だと拝むと、もう百発百中に神経いきます。自律神経失調症です。うつ病、躁病に来るわけです。それから偏頭痛、耳鳴りが顔面神経ですね。そういうふうに神経に来るんです、祈祷っていうのは。神様が来る、神の神の神がみんな来るんだよ、これ。神様の神は神経の神だから本当に邪宗教、祈祷師のうちなんかみんななります。祈祷した拝み屋、それから山伏とか、それから八十八箇所白い着物着てね、この護衛会やったり、こう回ったうちの子供や孫に着くんですよ。だからあなたが婦人部長になって顔面神経になるってことは、お宅は先祖代々すごい祈祷してますね。うんと拝まなきゃ神経いきませんよ。ちょっと和歌山県ってのは紀州って言うんですね。紀州高野山ってのがあるんです。弘法大師がいっぱい拝んでるよね。先祖代々からお大師さん、お大師さんってその残りガスが神経生きてるんじゃないかと。今までは潜ってたんだよ。それが新人して幹部になって婦人部長になって一生懸命やりだしたから、何秒変化ぐーっと染み込んでいくわけですね。もともと染み込んでる弘法大師との喧嘩になるわけです。中で仏法は勝負だから。そして真言宗が追い出されて逃げ出してきて顔まで来たわけですね。それでビクビクやってるわけですだったら功徳じゃないか、ここまで逃げ出したんならもう一押しで外まで追い出しちゃえ功徳だと思えないのが方法なんだ。婦人部長ってどういうわけだ、どういうわけだって。婦人部長やんない時はまだなんなかったのと思ってんだから婦人部長になって損してると思ってる。本当は中に潜ってて固まったらガンになっちゃうじゃないか。外へ出てきて消えていくために今逃げ出してきたんだから結構なことだと。これで弘法大師が消えていく、真言の在所が消えていくために顔面神経来てるんだな。ご本尊様、方法がこんなに染み込んでいたんですね。よくわかりました。方法の怖さがわかりました。日本一の婦人部長になるから、ご本尊様顔面神経直してください。南無法蓮華経と丁寧に拝める。ご本尊様こっち沸かすようにして、体の中をクリーン、ジャブジャブ洗うようにして、そして特に顔を洗ってけって、外へバーンと押し出せ。まず3週間やってみろ、必ず止まる。そしたら、弘法大師が来てるんですか、よくわかりました一生懸命やります。それで気を取り直して、じゃあすぐ治るんですね、喜んで帰ったんですよ。そしたらすぐ手紙来て、その晩からふたーっと止まっちゃったんです。顔面神経ぐっすり寝られるんですね。でそういうことも私はお寺にいただいたけれども、忘れて7月、これ6月19日ですから、指導したのが7月8日に和歌山県芸家の入部し、頂戴したのようにお寺ができて芸家がいらっしゃるので、私が代表で行った。婦人部長さんが一番先飛んできて、副会長この間ありがとうございました、おかげさまでこんなに元気になりましたって言うけど、私は何がおかげさまかなと思ったんですね和歌山の婦人部長が なんでおかげさまで、いつお会いしたんですかねって言ったら、6月15日に顔面神経で言ったじゃありませんか、あの奥さんかすごい美人になっちゃってるね、もう15ぐらい若返っちゃってるんだよ全然人違いしちゃう、こんなにも変わるの、これ一晩ですから。ちょっと1年半も苦しんだその御座さんざ、どんな御座さんだったんだ、口だけパクパク何秒かね心の中が疑ってるんですよ。本当に私はこんなにご本尊様ってすごいんだなと思ってね、一晩ですから。ちょっと読んで、
この度水先生には貴重な時間を私のためにいただき、温かいご指導をいただきましてありがとうございました。1年半前から水先生にお会いしたい1年が実現でき、私にとってこの上もない福運と喜びでいっぱいでございます。本当にありがとうございます。ご指導をお受けしたその時から命が生命が大きくなるのを覚えました。病気の原因もはっきり教えていただき、絶対に治るとのお言葉が耳にした時、すごい確信を持つことができ、不安の命が一度に吹き飛んでしまいました。いつも夜中に引きつっていた顔がご指導を受けした日からぴったり止まりました。そして昼間も今までの状態から少しずつ変わってまいりました。ご指導をいただいた限り必ず実践をやり抜き、一日も早く宿命転換させていただき、すごい体験を持って甲府のために活躍させていただくことを念願しております。これは婦人部長さんのねお手紙で、ちょうど早前にお会いしたらば一番最初飛んできた、見違えるほど美人になっちゃって顔面神経治っちゃってるね。だからそれは1年です。私は医者でもなければ拝み屋でもない、私に治す力はないのです。本人の中にある何名おれへんかは 100% 出たってことです。これ自分の信心でくどく出すから G が特物らやって言うんです。人に治してもらったらターが特物らになっちゃう。自分の方々で顔面神経になっちゃったんだ。方々をしたから方々の仲間のうちに生まれてくるわけですね。先祖のせいでもないんです。自分が方々をしたから仲間のうちに生まれてくるわけです。だから笑ったから前週のうちに生まれたり信号のうちに生まれたりするわけです。だから今度はご本尊を産んでるから、この次はご本尊のあるうちに生まれてくることは間違いないから、だから顔面神経のままで死んでもいいわけです。この次ご本尊のあるうちに生まれてくるんだから、でも直した方がいいからね。それから葛飾分会、私がやっぱり去年の御業会した、その中に29年新人してる人が来ておった。でこの人は昭和55年一昨年から右の手が上がらない、去年56年から左の手も上がらない、もう上げたら激痛で痛たたたなんですから、それで針へ行ったわけね。ご本尊がんでもくどくないから針へ。でその人が権業界してて、何秒骨に行くは体の中に湧くんですよと、骨の中まで染み込むんだよと、骨が治るんだと、指の先まで伸ばしていったら必ずリウマチなんかすぐ治っちゃうんだよと、中に中にとこ伸ばしていくもんなんだ、広げていくもんなんだよと言ったら、何自分が今までいい加減な信心だ、惰性の信心、ご本尊があるんじゃない、俺の拝み方悪かったんだよ、分かるわけですね。こういう権業の最中に、はあ、申し訳なかったと思ったら、ポロポロと涙が出た。最後のお題目三遍あげた時に手が自由になった。その瞬間に治っちゃうわけです。それで黙っていたんじゃ申し訳ない。